八尾純一です。お元気ですか？この度日本テレビでずっと作り続けてきました UFO スペシャルをシリーズで出すことになりました。これはその第1弾で89年の1月21日に放送されて大変な話題を呼んだマジェスティック12の特集です。このマジェスティック12あたりを契機としまして、アメリカの政府やソ連、南アフリカに至るまでが次々に UFO に関する極秘情報というのをリークしだしてきています。南アフリカに至ってはごく最近、宇宙人の死体や UFO の内部を撮影した写真までを公表するのではないかという動きすら出ているくらいです。その発端となったマジェスティック12の特集です。ごく最近 UFO を見たという人が非常に増えていますけれども、しかも毎晩のように見えるというのです。僕自身もこの目で確かめたんですけれども、真上夜空をずっと注意深く見ていますと、そうですね、月ぐらいの大きさの薄い光る円盤が一定間隔を置いてゆっくりと回転しているのが見えます。これはビルの屋上に取り付けられたサーチライトの光の反射ではないことはご自分で見られるとはっきりとわかると思います。ほとんど毎晩だと思いますので、今日もこのビデオを見た後に皆さん自身でお確かめになったら楽しいと思います。それではマジェスティック12の特集、どうぞご覧ください。UFO。 最近アメリカ政府機関によって極秘の公文書が公開された。そこには UFO が実在する証拠ばかりでなく、すでに25年も前から宇宙人との直接交流が密かに続けられていると書かれている。アメリカフロリダ州のガルフブリーズという小さな町には、一昨年の11月以来連日のように UFO が現れ、数多くの住民に目撃されている。そればかりか、驚くほど鮮明な UFO のポラロイド写真が次々に撮影されているのだ。これらの UFO はこれまでにない奇妙な形をしているばかりか、時には三奇変態で現れることさえあるという。中でもエド氏と呼ばれる地元の実業家の家には、たびたび宇宙人が入り込んできてエド氏をさらっていくという不気味な事件が相次いでいる。さらにビデオカメラでも3機の UFO が飛行するシーンがはっきりと捉えられているのだ。元海軍司令官をはじめ UFO を目撃した人々の証言は信憑性が高く、これまでの1年間で140人以上もの人々が同じ形の UFO を見たと報告している。中には5年前にも全く別の町で同じ UFO を目撃した人もいるのだ。これらの UFO 写真はコンピューター分析をはじめとする徹底的な科学分析がなされ、トリックの可能性は全くないと鑑定されているのだ。また厳密な調査の結果、この町では下は 2,3 歳から上は65歳に至る人々が次々に宇宙人にさらわれ、 UFO の中で人体実験を受けていることが分かったという。一体なぜこの町ではこのような奇怪な事件が進行しているのだろうか。そして UFO の実在を証明する決定的証拠ともいえる政府公文書が発見された。それこそはマジェスティック12と呼ばれる国家最高機密文書である。トルーマン大統領時代に起こったある重大な事件は国家最高機密として歴代大統領によって受け継がれ、一般大衆からは隠し続けられてきたのだ。その重大な事件とは、1947年7月2日アメリカニューメキシコ州のロズウェル陸軍航空基地近くに UFO が墜落、4人の宇宙人の死体が回収されるという事件が起きた。それ以来 UFO が空軍基地内に着陸し、何事かを行う事件が相次いで起こっているのだ。果たして宇宙人はどのような目的でこの地球を訪れているのだろうか。我々はついに宇宙人の死体解剖が行われた秘密の建物を突き止めることに成功した。その結果、驚くべきことが分かったのだ。そしてついに幻の国家最高機密文書シグマ計画を入手した。そこには1964年以来アメリカ空軍情報部が宇宙人と公式会見を行い、ある種の秘密協定を結んだと書かれていた。その協定は一般大衆から隠されたまま、現在もなお密かに守られているという。果たしてその秘密協定とは、そして宇宙人の真の目的とは。
現在世界各地で起こっている宇宙人の不気味な人間誘拐事件との間にある恐ろしい事実が隠されていたのだ。アメリカのある小さな町では驚くほど鮮明な UFO 写真が次々に撮影され、しかも毎日のように UFO が現れては大勢の人々に目撃されている。その上、住民が相次いで宇宙人にさらわれるという奇怪な事件が起きているのだ。アメリカ・フロリダ州の先端に位置する小さな町、ガルフブリーズ。この美しい海に囲まれた半島に一体なぜ UFO が出没し、住民が誘拐されるという事件が頻発しているのだろうか。現在世界中の注目を浴びているこの不気味な事件を調査するため、世界最大の UFO 研究組織ミューホンが乗り出してきている。その会長ウォルター・アンドラス氏と調査員たちが出迎えてくれた。彼らの説明によると、一昨年の11月以来 UFO 遭遇事件は100件以上に上り、今も連日のように目撃報告があるという。ガルフブリーズは人口わずか6000人、他の町とは2つの橋で結ばれている。まず事件の第一報を報じた地元の新聞社センチネルを訪れた。数多くの UFO 写真を撮影し、宇宙人にさらわれるという奇怪な体験を今なお続けながら、マスコミを避け身元を隠し続けている地元のある実業家にコンタクトを依頼するためである。編集長のドウェイン・クック氏に事情を尋ねた。仮にエド氏と呼んでおきますが、ある有名な実業家が UFO のポラロイド写真を持って私に個人的に会いたいと尋ねてきたんです。彼の話では自宅の前で UFO の連続写真を5枚撮ったというんです。私は彼のような地位の人物がと驚きました。エド氏は人に知られて騒がれるのは立場上困るけれども、市民の一人として事実を知らせる義務があるのではないかと相談に来たというんです。この写真ですがポラロイドですからトリックの余地はありませんし、もし二重写しとかガラスに写した影などですと UFO が木のこちら側に映るはずなんです。そこで彼の身元を明かさないという条件で新聞に載せる許可をもらいました。ところが驚いたことに、この写真を載せた途端10人以上もの人から全く同じものを見たと言ってきたんです。中にはエド氏が写真に撮った日の前の晩にも見たという夫人まで現れたんです。クック編集長が何度も電話で説得に努めてくれたおかげで、ようやくエドと呼ばれる実業家に会う約束が取れた。エド氏との直接のインタビューは我々が世界で初めてということになる。エド氏を訪ねる前に UFO の着陸跡が残っているというガルフブリーズ小学校裏のサッカー練習場を訪れた。事件以来1年以上を経過しているため、すでに草が生えて見分けにくくなっている。だが事件当時の写真によると完全な円形に草が枯れてしまっているのだ。ミューホンの調査員たちの調査では、この着陸跡の土を化学分析した結果、農薬その他草を枯らす原因となる化学薬品や放射能などは一切検出されなかったという。1987年12月2日の夜午前3時ごろ、エド氏は自宅の裏庭からこのサッカー場の上空に UFO が滞空し、青い光線を地上に発射したのを目撃している。エド氏の家の裏庭はここからわずか数十メートルしか離れていない。エド氏宅を訪れた。エド氏は顔を隠し本名を伏せるという条件で我々のインタビューに快く応じてくれた。地元の信望が厚い有名な実業家であるエド氏は、それだけに顔を知られるとマスコミの攻勢にさらされることをはじめ、本業である建設会社の仕事に差し障りが出ることを心配しているという。ここで仕事をしていてふと窓の外を見ると、見たことのない不思議な物体が飛んでくるのが家の前の木越しに見えたんです。それで何だろうと思って玄関に行き、外に出てみたんですが、見れば見るほど異常な飛行物体でした。それがこっちへ向かってどんどん近づいてくるんです。それは今までに経験したことがない異様な感じでした。
UFO は驚くほど近くに見えた。数多くの窓らしいものと底の部分から光を放射しているのがはっきりと見える。エド氏は急いでいつも仕事用に使っているポラロイドカメラをひっつかむと玄関へ取って返した。 UFO は音もなくエド氏の家に向かって近づきつつあった。このエド氏にとって初めての事件が起きたのは1987年11月11日午後4時55分のことだった。5枚目を撮ろうとするとフィルムが切れてしまった。エド氏は急いで撮って返すと新しいフィルムを装填にかかった。こうしている間にも UFO は飛び去ってしまうかもしれない。焦れば焦るほど装填に手間取った。だが幸運なことに UFO は依然としてゆっくりと近づきつつあった。エド氏はもっとよく見ようと家の前の道路に向かって歩き出した。見上げると UFO は私のすぐ真上に迫っていました。私が写真を撮ろうとした瞬間、目に見えない力が私に襲いかかってきて、体が凍りついたように動けなくなってしまいました。その途端 UFO から青い光線が降りてきて私の体を包んだんです。エド氏が写真を撮ろうと構えた瞬間、驚くべきことが起こった。エド氏の体が UFO に吸い上げられるように浮き上がったのだ。手も動かせないし、頭も動かせないし、目の玉さえ動かすことができませんでした。胸も締め付けられたままで息を吸い込むことができません。まるで犬のように息をしようとしましたが、こうして肺に空気を入れることができなかったんです。息を無理にすると熱く熱せられたアンモニアの蒸気のような、いや甘ったるいアンモニアに似た匂いとでも言いましょうか、空気が入ってきて私の喉を焼き焦がしたんです。電気的な音が不気味に響いてきた。気味の悪い電気ノイズのような音が頭の中に聞こえてきたんです。ちょうど子供が櫛と薄いセロハンのような紙を口に当てて吹いて遊ぶ時のような音です。この音が頭の中に入ってくると、どういう仕組みかは分かりませんが、彼らの言おうとしていることが頭の中で理解できるようになっているみたいでした。その電気音が脳で翻訳されて言葉として伝わってくるような感じです。それはじっとしていろ、我々はお前に危害は加えないという、まるで人間が動物に言う時のような威圧的な命令口調でした。やがて青い光線が消えるとともに、エド氏の体は地上に放り出された。その間のことはよく覚えていない。ちょうど買い物から帰ってきたエド夫人に助け起こされると、エド氏は這うようにして家に戻った。頭が割れるように痛かった。だが運よくポラロイド写真は5枚ともはっきりと写っていた。エド氏は夫人と相談し、匿名を条件に新聞社に知らせることにした。このような奇怪なものが存在することを地域の人々に知らせないと危険だと思ったからだ。特に子供がさらわれるのではないかと気が気ではなかった。だが UFO はそれから9日後の11月20日午後5時ごろ、再びエド氏の家にやってきたのだ。まさかまた UFO を見ようなどとは思ってもいませんでした。ところが11月20日、あの UFO がまた戻ってきたんです。新聞社にも写真を渡しましたし、もう全てが終わったような気がしていたんです。それがまた空中に吸い上げられるかもしれないと思うと不安でたまりませんでした。エド氏はこの2度目にやってきた UFO をもポラロイドカメラで連続撮影することに成功している。だが UFO がなぜエド氏の家に繰り返し現れるのか、この時点ではまだ分からなかった。アメリカの首都ワシントン DC の近郊に住むワシントン大学の物理学者ブルース・マッカビー博士を訪れた。
博士はエド氏が撮った UFO 写真を科学分析した一人である。エド氏の写真をいろいろな角度から分析しました。コンピューター分析や画面をデジタル化して調べる方法をはじめ、糸で釣った跡がないか、二重露出の形跡はないか、また拡大写真やフォーカスを調べるなど、あらゆる方法で調査しましたが、トリックである可能性は全く見つかりませんでした。例えばこの木の後ろに UFO が写っている写真ですが、もし二重露出などの方法を使ったとしますと、どうしても UFO の形がうっすらと木の前に写ってしまいます。そこでコンピューター分析で調査することにしました。この部分を見ると UFO が木の後ろを飛んでいるところが写っていますが、見たところ木の前に UFO は映り込んでいません。しかし念のためこの部分の明るさの度合いをコンピューターで立体グラフにしてみたんです。こちらがそのグラフですが、これで見ると写真の明るい部分と暗い部分がはっきりと出てきます。上の解析グラフの縦軸は明るさの度合いを表し、横軸は写真に写っている物体のそれぞれの位置に比例している。グラフの落ち込んでいる部分がちょうど UFO が木の後ろに隠れている部分に当たるのだ。もし二重露出だったり、一つの写真に別の写真を貼り付けたりした場合だと、この部分のこの曲線が急激に落ち込むはずで、このように自然なカーブにはならないのです。したがってこれまでのいろいろな分析結果から考えて、これらの写真に関する限りトリックの痕跡は全くないという結論に達したのです。第二の事件が起きて以来、エド氏の一家はまたいつ UFO がやってくるのかという不安感で夜も眠れないほどだった。なぜ UFO は自分の家の上空にばかりやってくるのか。そして第二の事件が起きてから12日後、ついに宇宙人がエド氏の前に姿を現したのだ。1987年12月2日午前3時ごろ、ついに宇宙人がエド氏の家に入り込んできたのだ。その夜は神経が高ぶってなかなか寝つかれませんでした。ベッドの中でうとうとしていると犬の鳴き声がしたんです。眠れないエド氏の耳に裏庭で犬が一声鳴くのが聞こえた。神経を研ぎ澄ますと、家の外に何とも言えず不気味な気配が感じられた。それで外を確かめようと32口径のピストルとカメラに手を伸ばしたんです。普段用心のために枕元に置いてある拳銃とポラロイドカメラを手にしたエド氏は、裏庭に面した窓ガラスから外を伺おうとブラインドの引き手に手をかけた。私がそっとブラインドの引き手を引っ張った途端、すぐ目の前のガラスの向こうですが、わずかこれぐらいしか離れていない距離の窓の外に、こんな大きな目の生き物がじっとこっちを見ているのにぶつかったんです。妻は飛び起きて一体何が起こったのかとキョロキョロしだし、私は窓の向こうの生き物に釘付けになっていました。生き物は私をじっと見ているし、妻もそいつを見つけて大きな悲鳴を上げたんです。驚いて後ろへ倒れたエド氏は、窓の外からじっとこちらを無表情に見ている不気味な生き物を目撃した。その生き物はゾッとするほどの無関心な表情のまま裏庭のプールの方へ歩いていくと、サッカー場へ通じる塀の陰に姿を消した。私が後を追ってポーチに出た途端、右足が釘付けになってしまいました。それは足に当たった青い光線のせいだったんです。その生き物の後を追おうとしたエド氏は、突然上から降りてきた青い光線に足を釘付けにされ、その場に倒れてしまった。なんとか足を引き抜こうとするのだが、 UFO から放射される青い光線がものすごい力で足を締め付け、そのままエド氏を空中に吊り上げようとするのだ。私は危うくその光線に引っ張られて足から逆さまに空中へ吊り上げられるところでした。だがやがて青い光線は消え、エド氏の足が自由になると同時に UFO はサッカー練習場の方へと移動していった。そして再び青い光線を地上に向かって発射したのだ。宇宙人と思われるあの生き物は光線に乗って UFO に乗り込んだのだろうか。エド氏はその時持っていたポラロイドカメラで
この UFO と青い光線を撮影している。そして翌朝、サッカー練習場の草の上に UFO のものと思われる丸い跡が残されていたのだ。その生き物は何か箱のようなものを体の前の方につけていました。透明な長方形の箱みたいなものです。エド氏の描いたスケッチによると、宇宙人は体の前にまるで防弾チョッキのように薄い透明な板をつけていた。身長は90センチぐらい、右手には光る棒のような器具を持ち、全身は鈍い銀色の服に包まれていた。目は異様に大きく、白目の部分がなくて全体が真っ黒に濡れて光っていた。鼻と口は小さな穴だけという感じだったという。そいつは何が起こってもまるで感じない、冷たくて無関心で無表情な生き物でした。目は異様に大きくて濡れたように真っ黒でした。それに不気味な光を出していたんです。このガルフブリーズの街では、エド氏が写真に撮ったのと全く同じ UFO を目撃した人々が実に多い。住民の大部分は教育程度の高い裕福な人々で占められている。ミューホンの調査員の話では、目撃者の報告にも信憑性が高いという。あの日ちょうど太陽が沈んだばかりの頃でしたが、私たちはイーストベイの海辺を散歩していました。ワイフはいつものように空を見上げて雲の美しさに感心していましたが、突然チャーリー、あれを見てと叫んだので空を見上げたんです。すると今まで見たこともない奇妙な物体が飛んでいたんです。私は海軍にいたのでいろいろな飛行機を見ていますが、あんな不思議なものに出くわしたことはありません。私たちはこのことは誰にも言うのはやめようと決め、家へ戻りました。ところがそれから2日後に、たまたまセンチネル新聞社のデイン編集長に会った時、見せたいものがあると言って1枚の写真を見せてくれたのです。驚いたことに、そこに写っていたものはなんと私たちが見たものと全く同じものだったんです。それは丸い物体で、端の方に窓が見えました。上の方には明かりのついたドームがあって、そこの部分からとても明るい光が出ていたんです。一瞬だけど青い光線が下の方に向かって放射されるのを見たんです。このサマービー夫妻は、エド氏が第1回目の写真を撮ったわずか数分後に同じものを目撃しているんだ。彼らのスケッチをエド氏の写真と比べてみると、全く同じものだったことがわかる。しかもサマービー夫人は UFO から青い光線が発射されるところまで見ているのだ。海岸べりに建てられた豪華な邸宅に住む病理学者のフェナー・マッコーネル博士夫妻も、自宅の窓から近づいてくる UFO をはっきりと見たと証言している。去年の1月8日の午前4時半ごろでした。毎朝ジョギングをする習慣なので、起きて靴を履こうとベッドに腰をかけて、ふと海の方を見たんです。すると大きな光がこっちの方へ向かって飛んでくるのが見えました。私たちが何だろうと窓のところへ行ってみると、その光は水面から30メートルぐらい上をこちらへ向かって飛んできて、突然目の前で90度方向転換したんです。その時窓が並んでいるのがはっきり見えました。円盤型をしてて、小さな窓がいっぱいありました。その下から明るい光が出ていて、 UFO のてっぺんのところにも明かりがついていたんです。その晩は満月でしたから、 UFO の横のところに窓がたくさんあるのがよく見えたんです。市会議員のブレンダ・ポラーク夫人も UFO を目撃して市議会で証言した。あれは夕方の6時過ぎでしたか、ペンサコーラで会議があった後、家へ帰ろうとベイブリッジを走っていると、ちょうど橋の真ん中あたりに差し掛かった頃、大きくて不思議なものが飛んでいるのを見たんです。しばらくの間見ていたんですが、それには点滅する光がついていました。でも橋を渡り切った時には消えてしまったんです。そのまま家へ向かって車を走らせたんですが、家の近くの公園のところまで来た時また見えたんです。それは今まで見たこともない不思議な形をしていて、音が全くしないんです。私はもっとよく確かめようと急いで車を止めて一生懸命見たんですが、そのうち突然 UFO がパッと消えてしまったんです。
このガルフブリーズではもう140人以上もの人が同じ UFO を見たと報告しています。またエド氏と全く同じ UFO をカメラに収めた別の人物もいる。彼は車で走行中 UFO を見つけ、傍らにあった子供用のおもちゃの写真機で9枚の連続写真を撮った。それを未現像のまま新聞社に送ってきたのだ。彼もまた世間に騒がれることを嫌って匿名を希望しており、差出人の名前をビリーバービルという仮名にしている。このビリーバービルの写真はカメラの性能が悪いためはっきりとは写っていないが、エド氏の撮った写真と比べてみると全く同じものであることがわかる。このビリーバービルが実はエド氏と同一人物ではないかと疑った新聞社は、いろいろな角度から調査した結果、別人であるという結論を出した。封筒の宛名の筆跡も明らかにエド氏のものとは違っているのだ。彼の手紙によると、その時 UFO は3機飛んでいたが、カメラのレンズが小さいため入りきれなかったと書かれている。だがエド氏は同じ3機を1987年12月23日自宅近くで撮影することに成功しているのだ。なぜこのように多数の UFO がガルフブリーズに現れているのだろうか。センチネル新聞社のクック編集長はエド氏に懇願されるまま一緒に UFO の現れる現場に出かけ、エド氏が UFO 写真を撮る瞬間を目撃している。エド氏の身の上には次第に宇宙人の不気味な影が忍び寄ってきていた。第一の事件以来、エド氏の頭の中に何かの電気信号のような音が聞こえ始め、頭が締め付けられるように痛むことが多くなってきた。その音はエド氏に何かを命令しているようだったが、彼にはそれが何なのかがはっきりとは分からなかった。1988年1月24日午後6時30分ごろ、車を降りるとエド氏の頭痛はますます激しくなり、電気音が頭の中に不気味に鳴り響いた。だがいくら見回しても UFO の影も形も見えない。エド氏の頭の中の音は次第に高まり、神経が耐えられなくなってきた。無理にでも家へ帰り横になろうと考えたその瞬間、 UFO が現れた。クック氏も急いで空を見上げたが、すでに UFO は消え去っていた。エド氏は目に見えない宇宙人に向かって怒りをぶつけた。何のために自分はこのように苦しめられなくてはならないのか。はじめは偶然に自宅で UFO を目撃して写真を撮っただけだった。それがなぜ。エド氏は自分が宇宙人に監視されているように思えてならなかった。だがポラロイド写真には見事に UFO の姿が捉えられていた。写真の手前にはトラックの屋根の荷物用手すりがはっきりと写っており、 UFO そのものは光がぶれたように写っている。このことからも UFO が猛烈なスピードで飛び去る瞬間だったことがわかる。エド氏の精神分析が徹底的に行われた。その結果、宇宙人の恐ろしい実態が次第に浮かび上がってきたのだ。私の分析したところでは、エド氏は全く正常な精神や感情の持ち主で、教養も平均以上に高い人物です。精神的にも心理的にも異常や障害は全くありません。エド氏はこれまで3回以上催眠術によって記憶を取り戻す実験を受けていますが、その結果11歳の頃にも宇宙人に誘拐されたことがあるのが分かりました。それにおそらく8歳の時にもさらわれています。エド氏は UFO の中に連れ込まれ、宇宙人の遺伝学的研究の対象に使われたようですが、宇宙人はすでに何百年も前から継続的に人間の遺伝学的研究を続けているらしいのです。エド氏はこれまでに少なくとも4回以上さらわれていることが分かりました。さらにこの催眠実験で分かったことは、宇宙人たちはどのような形にも変われるらしいということです。
ある時は犬の形、ある時は人間、ある時は宇宙人らしい姿と自由に変化できるというのです。このことは他の誘拐された人々における催眠実験でも同じことが報告されています。宇宙人は何千年も前から地球の生態調査を続けているという。エド氏はその彼らの調査対象の一つだったと言えるのかもしれない。そしてついにエド氏は自宅の近くに現れた UFO をビデオカメラで撮影することに成功したのだ。1987年12月28日午後8時ごろ、エド氏は裏庭で茂みの陰に隠れながら、すぐ間近を飛んでいる3機の UFO をビデオカメラで撮影することに成功した。3機が編隊飛行をしている。ここでは一機に見えるが、左下の方にもう一機映っている。右にもう一機、さらに一機が見える。この右の UFO が急に飛び上がるのだ。もう一度拡大してみる。確かに3機飛んでいるのが分かる。頭の中に聞こえる音はこんな感じなんです。多分最初に青い光線に吸い上げられた時、彼らは私の頭の中に何かの機械を埋め込んだのではないかと思うんです。おそらく私とコミュニケーションを取るための機械か何かだと思います。催眠術による心理分析の結果、エド氏は16歳の時にも宇宙人にさらわれ、 UFO の中で細胞の遺伝子組織を取られていることが分かった。宇宙人は人間の継続的な観察調査を組織的に行っているのだろうか。宇宙人の手はついにエド氏の夫人にまで及んできた。夫人が庭にいる時、突然青い光線が降りてきて夫人を捕らえようとしたのだ。その時はかろうじて家の中に逃げ込んで難を免れた。この2枚の写真はエド氏がシャワーを浴びている時に現れた UFO を夫人が撮影したものである。エド氏は彼の持っているポラロイドカメラだけではなく、我々が特別に取り寄せたニムズローカメラという特殊なカメラでも UFO の写真を撮ることに成功しているんです。ニムズローカメラは4つのレンズを持ち、立体的に映像を捉えることができる。アンドラス会長らは念のためトリックを使う余地がないようフィルムの最初にこれを装填した日付を入れた。エド氏はこのカメラでも10枚の UFO 写真を撮ることに成功し、それらは科学分析に回された。その結果、この時の UFO は長さ60メートルもの巨大な葉巻型 UFO だったことが分かったのだ。さらにエド氏には科学的研究のため特別に作られた2台のポラロイド立体カメラが渡された。そのカメラを使う時は周囲360度で
レンズから正確に3メートルの距離にポールを立てなくてはならないんです。エド氏は科学的調査に協力するため毎晩このショーライン公園でカメラを据え UFO を待ち続けた。そして待つこと10日間、ついに UFO を捉えたのだ。その時かすかに電気音が頭のこの辺に聞こえてきました。本当にかすかで、わずか 3,4 秒でした。1988年3月17日橋の上空に2機の UFO が現れた。エド氏は夢中でシャッターを切った。この2枚の写真から UFO までの距離と大きさが正確に割り出される。マッカビー博士の分析によると、右側の UFO はカメラからの距離が144メートルで直径6、7メートル、左側の大きく見える方が実はカメラからの距離が40メートルで直径1メートルの小型 UFO だという。エド氏はこの撮影に成功した直後、 UFO が急接近してくるのを見た。その後の記憶が残っていないのだ。気がつくとカメラの位置からずっと離れた砂浜に横たわっていた。その時エドの顔に奇妙なマークがついていました。顔のここに丸いマークと、2つがこのこめかみのところ、それに後頭部に1つです。これが何を意味するのか分かりませんが、彼の記憶は1時間15分途切れているんです。エド氏の記憶が途切れている間に一体何が起こったのだろうか。ガルフブリーズではこの他にも明らかに UFO にさらわれ、宇宙人に何らかの生態調査をされた人々が分かっているだけでも11人に上るという。事件を調査しているミューフォンの調査員たちに聞いてみた。エド氏と奥さんの撮った写真を合わせると、まずビデオカメラと4つのレンズのニムズローカメラ、それに自分のポラロイドカメラと、さらに2つのポラロイドを組み合わせた立体カメラ、実にいろいろなカメラで撮っています。これらが全て偶然とは考えられません。私はおそらく宇宙人たちが UFO を写真に撮らせたいと考え、エド氏に撮らせたのだと思います。エド氏は全部で5つの異なったタイプの UFO を写真に撮っているんです。我々の調査ではこのガルフブリーズで UFO にさらわれた人はエド氏の他にもたくさんいることが分かっています。現在調査して分かっているだけでも、このガルフブリーズで11件の誘拐事件が起きています。それも上は65歳から下は 2,3 歳の子供までがさらわれているんです。3歳の子供までが宇宙人に誘拐される事件が起きているという。これは一体何を意味しているのだろうか。地元の小学生たちも UFO に遭遇している。友達とガルフブリーズ小学校の裏の木に登っていたら、変なものが飛んでいて急に消えたのを見たんだ。僕たちは急いで木から降りて小学校の校庭の柵に登ってみた。するとまた飛んでるのが見えたんだけど、今度は青い光線が出てきて、その青い光線は地面に届かないで途中で途切れていたんだ。それはこんな形をしていてものすごく大きかった。 UFO はすごいスピードでまっすぐ上へ上がって消えてしまったんだ。同じものを前にも見たことがあるの？うん、ウィスコンシンに住んでいた時にも見たことがあるよ。僕ん家に大きな窓があったんだけど、窓の外を見てたら青い光線はなかったけど、同じものがミシガン湖の上を飛んでいくのが見えたんだ。こんな風に上に上がって、それからこっちの方へ飛んでいった。もう2回も見たから、またきっと見ると思う。ジェシー君は5年前にも全く同じ UFO に別の町で出会っている。そしてエド氏の場合も子供の頃から4回も宇宙人にさらわれているという。やはり宇宙人は継続的に個々の人間を観察しているのだろうか。この小さなガルフブリーズの町だけに数多くの UFO 目撃や誘拐事件が多発しているのはなぜだろうか。ここには何か宇宙人による組織的な人間生態調査の匂いが感じられるのだ。驚くべき情報が飛び込んできた。アメリカ合衆国大統領が関与した国家最高機密のプロジェクト、アクエリアス計画とシグマ計画によって軍の秘密情報機関と宇宙人が会見し、ある種の秘密協定を結んだという。ガルフブリーズの一連の UFO 事件も
実はこの秘密協定に関係があるらしいのだ。我々はアメリカ・ロサンゼルスへ飛んだ。アメリカ・カリフォルニア州のロサンゼルス。全米各地で起こっている人間誘拐事件は、実はアメリカ政府機関と宇宙人による秘密の取り決めに基づいているという。この驚くべき情報の真偽を確かめるため、 UFO 問題研究家のビル・ムーア氏をオフィスに訪ねた。 Hi, how are you? Hi, man. You look nice, huh? Well. そもそもの発端はこの最高機密文書マジェスティック12に始まる。この文書は一体どのような経緯で手に入ったのだろうか。1984年の12月のことですが、同じ UFO 問題研究家のジェームス・シャンドレー氏の家を元軍情報部の高官だった人物が訪れ、 UFO の問題についていろいろ話していきました。それから数日後、彼の家に差出人不明の郵便が届いたのです。それは差出人の名前がない謎の郵便物だった。中を開けると未現像の写真フィルムが1本だけ入っていた。早速現像してみると、どうやら何かの公文書のコピーらしい。だがそのフィルムを引き伸ばして見ていくうち、その内容のあまりの重大さに戦慄を覚えた。そこには UFO がアメリカ国内に墜落し、宇宙人の死体が回収された事実が国家最重要機密としてはっきりと記されていたのだ。それはトルーマン大統領が自ら設定した国家最重要機密マジェスティック12作戦について、次期大統領に就任するアイゼンハワー氏に引き継ぐために書かれた説明書だった。日付は1952年11月18日、アイゼンハワー氏が大統領としてホワイトハウス入りする直前である。文書作成者は当時の CIA 長官ロスコー・ヒレン・カーターで、ここには国家安全保障上最重要の機密事項のため、この文書をコピーすることはもちろん、メモを取ることさえ厳重に禁ずると書かれている。そもそも1947年にアメリカに UFO が墜落した事件が起こったことから始まったんです。そこで宇宙人の死体も回収されたんですが、彼らがどこから来たのか、どういう目的なのかは分からなかった。それで当時の政府機関は隠すことに決めたんです。この公文書の3ページ目には驚くべき内容が記載されている。1947年7月、ニューメキシコ州ロズウェル陸軍航空基地の北西12キロの牧場地帯に一機の UFO が墜落したと牧場士から通報があった。1947年7月7日、この墜落した UFO を科学的に調査するため極秘の回収作業が開始された。この回収作戦中、飛行機による偵察部隊が UFO が空中爆発を起こす直前、脱出したと思われる人間に似た4つの小さな生き物の死体を発見した。これらの死体は UFO の残骸から 3.2 キロ東に離れた地点に落下していた。4つの生物の死体は死後1週間を経過しており、そのため腐敗し野生動物に食われるなど著しく損傷していた。これらの死体は特別な科学調査のため移送された。また UFO の残骸も何箇所かに分散して運ばれた。この事件に関連した市民及び軍関係者には絶対に秘密にすることを誓わせ、マスコミにはこの残骸は気象観測用の気球が墜落したものという偽の情報を流して信用させることに成功した。この UFO 墜落事件の2ヶ月後、1947年9月24日、トルーマン大統領はこの驚くべき事件を極秘のうちに調査研究するため、特別に選ばれた12人のメンバーによる秘密調査委員会を設置したんです。その作戦の暗号名は12人にちなんでマジェスティック12と名付けられた。この秘密委員会のメンバー12人の名前がはっきりと記されている。当時の CIA 長官ロスコー・ヒレン・カーター、当時最高の科学者と言われたバンネバー・ブッシュ博士、ジェームス・フォレスタル国務長官、ネイザン・トワイニング将軍、生物学の権威デトリーブ・ブロンク博士、ホイト・バンデンバーグ将軍、ジェローム・ハンセーカー博士、
号泣官僚シドニー・サウワーズ氏、同じくゴードン・グレイ氏、ドナルド・メンゼル博士、ロイド・バークナー博士、そしてロバート・モンターギュ将軍、以上の12人が大統領直属の最高機密機関として設置されたのである。この機密委員会の調査継続と事実を大衆から隠し通す方針とは、1953年のアイゼンハワー大統領時代へ引き継がれたのです。さらにこの機密公文書には、これら UFO の残骸と宇宙人の死体の分析結果についても暫定的な状況報告が記載されている。まず UFO の機体はトワイニング将軍とブッシュ博士をはじめとする科学者たちによって分析された。この UFO は短距離飛行用の偵察専用機と推定される。この残骸からは翼及びプロペラやジェットエンジン、その他通常考えられる推進装置らしいものが見つからなかった。また電線や真空管、その他の電気的装置も一切発見されなかった。このため UFO がどのような推進原理及び動力源を使用しているのかが特定できなかった。さらにブロンク博士をはじめとする科学者チームによって死体の分析がなされた。これらの死体は外見はやや人間に似ているが、遺伝学的にも生物学的な進化の過程も地球上の人間とは完全に異なっている。これは現時点までの暫定的な分析結果であり、これが確定するまではこれらの生物を地球外生物として実在するものという意味の頭文字を取って EBEs またはイーバと呼ぶことにする。イーバ、この不気味な響きを持つ言葉こそがニューメキシコ州ロズウェルに墜落した宇宙人につけられた名称なのだ。果たしてこの驚くべき内容を含んだマジェスティック12文書は本物だろうか。この文書を打ったタイプライターの形式も当時の公文書と比較して同じものということが分かっていますし、文書の書き方も世界的に有名な言語学者のロジャー・ウェスカット博士が分析して当時の公文書の書式とマッチしていることが証明されています。これらの事実を総合してみると、これが偽物だという証拠はどこにも見つからないのです。この文書に出てくる人物は全てその経歴まで洗い出して調べましたし、アイゼンハワー大統領も確かに1952年11月18日にホワイトハウスでこのマジェスティック12についての最高機密説明会議に出席していることが証明されているのです。さらにこれを証拠づける公文書がある。この文書はホワイトハウスのレターヘッドに書かれたトルーマン大統領からフォレスタル国務長官宛ての覚書である。フォレスタル国務長官殿、かねて打ち合わせた通り、マジェスティック12作戦については貴殿の全責任のもとに迅速かつ最高の注意を払って遂行されたい。今後この件については貴殿及びブッシュ博士、 CIA 長官の3者との協議の上、大統領直接の責任のもとに決定するものとする。そしてハリー・トルーマンと自筆のサインがなされている。このサインは専門家によって他の文書と比較され本物と鑑定された。またこの文書に使われている用紙およびタイプライターの文字文体など、いずれも本物としか思えないという分析結果が出ているのだ。さらに決定的証拠ともいえる文書がワシントン DC にある国立公文書館から発見された。ここには政府公文書の全ての記録が残されている。これは1954年7月14日トワイニング将軍宛に当時の大統領特別補佐官ロバート・カトラーが書いた覚書である。ここにはマジェスティック12についての特別研究計画とはっきりとタイトルが付けられ、トップシークレットと記されている。大統領はマジェスティック12についての特別研究計画の説明会をすでに予定していた通り7月16日ホワイトハウスで行うことを決定しました。この予定に従ってスケジュールをご調整ください。大統領特別補佐官ロバート・カトラー。この文書が本物の公文書であることは
国立公文書館に保存されていたことで立証されている。全く別のところから出た政府の公文書にもマジェスティック12のことがはっきりと記されていた。ということはマジェスティック12作戦そのものが確かに存在したという明らかな証拠と言えるだろう。となるとロズウェルでの UFO 墜落事件と宇宙人の死体回収は本当にあったのだろうか。我々は急遽ロズウェルへ飛んだ。ニューメキシコ州ロズウェル。ここは未だに当時の面影を残す小さな田舎町である。この静かな町で今から42年前、本当に UFO 墜落事件があったのだろうか。地元の新聞ロズウェルデイリーレコード社を訪れ、当時の記録を探ってみることにした。何しろ古い事件だけに記録を探し出すのが大変である。果たしてそのような事実が見つかるだろうか。長い時間記録を漁るうち、ついに発見した。しかも第一面のトップにデカデカとタイトルが躍っている。日付は1947年7月8日火曜日。ロズウェル空軍牧場で空飛ぶ円盤を捕獲とはっきりと書かれている。やはり UFO 墜落事件が事実起こったのだ。しかも日付はマジェスティック12文書に書かれていた回収作戦開始日、1947年7月7日の翌日になっており、ピタリと一致するのだ。我々は当時墜落現場に真っ先に駆けつけ、UFO の残骸回収に当たったマセール少佐、その長男をも探し出し、現実に UFO の残骸を手に取った当時の様子を詳しく聞き出すことに成功した。その内容は実に驚くべきものだった。これらの物体を実際に手に取ってみた人物や事件の現場近くに住む人々の話によると、 UFO の墜落があった現場は実は2カ所にわたっており、そこからは宇宙人の死体ばかりか生きた宇宙人までが回収されたという。しかもアイゼンハワー大統領はある空軍基地内の秘密施設でその宇宙人と密かに会見したというのだ。そしてついに宇宙人と軍関係者がある種の秘密協定を結んだという決定的な証拠書類を入手した。宇宙人の死体が回収されたというロズウェル空軍基地。1947年当時、情報担当将校としてニュースメディアに事件の第一報を知らせたウォルター・ハウト氏を探し出すことに成功した。あの当時、私はロズウェル陸軍航空基地の広報担当官をしていました。あれは確か7月8日だったと思いますが、基地司令官のブランチャード大佐から空飛ぶ円盤を発見した。場所はロズウェルの北西4、50マイルといったと思いますが、その地点に墜落したということでした。私はその通りニュースをマスメディアに流しました。マセール少佐がその円盤の残骸を回収する部隊を指揮していたはずですが、何でもフォートワースの空軍基地へ空輸したということでした。ところがその翌日の7月9日になって、フォートワースの第8空軍地区司令官だったレーミー将軍が突然乗り込んできて、あれは単なる気象観測用の気球だったと訂正しろと命令したんです。当時の軍人は上官の命令は絶対でしたから、私はその通りをマスコミに伝えたんです。私自身当時は UFO についての知識も全くありませんでしたから、それ以外に方法がなかったんです。とすると第一報の翌日、早くも UFO 墜落を気球ということにしてしまったレイミー将軍はどこから指令を受けたのだろうか。マジェスティック12文書にははっきりと新聞記者たちには気象観測用気球だったという偽の情報を流して信用させることに成功したと書かれていたのだ。 UFO 墜落現場に真っ先に駆けつけ回収作戦の指揮を取ったマセール少佐はすでにこの世にない。だが少佐の長男ジェシー・マセール博士はモンタナ州で病院を経営していた。博士は我々の要請に応えてわざわざモンタナ州から飛んできてくれたのだ。想像していたより気さくで親しみやすい人だった。
今から42年前、博士は当時ロズウェル陸軍航空基地の情報将校だったマセール少佐と一緒にこの辺りに住んでいたのだ。久しぶりに訪れた家は昔のままだった。博士は当時のことが昨日のように思い出されるという。あの日は夜遅く父のところへ基地から電話があって、何でも飛行機だか空飛ぶ円盤だかが墜落したから、それを調査するようにという命令で急いで出かけていったのを覚えています。場所はこの近くの牧場ということでした。ところが午前2時頃になって父はひどく興奮して帰ってきました。車にはたくさんの金属のような物体の破片が積んであって、それをうちの台所の床にぶちまけると、私と母を呼んで見ろと言うんです。現場で見る限りそれは飛行機じゃないことは確かだった。だからこれが何だと思うか私たちの意見を聞かせろということでした。それは私たちには見当もつかないものでした。見たところは金属製で、ちょっとアルミホイルのように見えるんですが、すごく丈夫で、引っ張っても叩いても破れない不思議な物体でした。もちろん曲げることはできるんですが、すぐに元へ戻ってしまうというか、とにかくそれまでに見たこともない強靭な物質でできていました。その他ちょっと見には金属なのですが、バルサ材のように軽くて頑丈な細長い棒状のものもありました。非常に印象的だったのは、その表面に薄い紫色の文字のようなものが浮き彫りになっていることでした。それは見たことのない文字で、強いて言えばエジプトの象形文字に似たマークがたくさん一列に並んで書かれていたんです。この文字が何を意味するのかは皆目見当もつきませんでしたが、どことなくこの世界のものじゃないという感じがしたのを覚えています。マジェスティック12文書の一部にもはっきりとこの不思議な文字のことは記されていた。数多くの破片には文字らしいものが描かれていた。だがこの文字の解読は未だになされていない。ところでマセール少佐はこれらの破片をどのように考えていたのだろうか。父の出した結論はいろいろと研究してみた結果、絶対にこの地球上のものではないということでした。やはりマジェスティック12文書に記されていたことは全て現実に起こったのだ。今から42年も前にこのニューメキシコ州の一角に UFO が墜落し、その残骸と宇宙人の死体が回収された。このことが公式文書によって証明されたとなると大変なことになる。ロズウェルから160キロ離れた田舎町コロナ、 UFO 墜落事件の第一発見者だった牧場主マック・ブラーゼル氏はこのジェシーという酒場にその第一報をもたらしたのだ。そのブラーゼル氏も今はこの世にないが、その当時事件を知らせた彼はロズウェル空軍基地に連行され、3日間基地内に留められて秘密を守ることを誓わされたという。その長男のウィリアム・ブラーゼル氏はまだ健在だった。親父は基地に3日間止められた後、ようやく帰ってきたんで、その破片とやらを一体どこで見つけたのかを聞いてみたんだ。それで私は馬に乗ってその現場とやらへ行ってみた。当時はもちろん車で行けるようなところじゃなかったから、そりゃ探すのに大変だった。もう軍が来て根こそぎ持って行った後だったが、まだいくつか小さな破片は残っていた。そいつをポケットやタバコの空き箱にねじ込んで持ってきたんだが、この小さなかけらだの、バルサ材のような細長い棒があった。すごく硬くて軽いんだが、曲げることもできるものだった。他にもこのぐらいの釣り糸のようなものがあった。テグスみたいと言ったらいいか、透明で頑丈な糸だ。それにアルミホイルとか鈴箔のような薄い金属の板があった。縁がギザギザに破れた、このぐらいの小さな破片だが、机の上でぐっと曲げて折り目をつけるとちゃんと筋はつく。でも手を離すとまた元へ戻ってしまう。とにかく不思議なものばかりで、これまで長いこと生きてきたがあんなものは見たことはない。いろいろやってみたが
どれもこれも切ることも燃やすこともできなかったんだ。親父の話だ、破片の中には日本語だか漢字だかわけのわからん文字が書いてあるのがあったと言っていた。ブラーゼル氏が拾ってきた破片は数日後軍の情報部員が来て洗いざらい持って行ってしまったという。事件の現場近くで牧場を営んでいるロレッタ・プロクター夫人も UFO の残骸を見た一人である。亡くなった主人が小さな欠片をどこかこの近くの牧場で拾ったとか言って見せてくれたけど、木のように軽いおかしな金属だったね。それにアルミホイルのようなのもあった。表面が暗いグレーに光っていて曲げることもできたけど、とにかく見たことがないものだったね。私には見せなかったけど、主人は何かわけのわからないマークがたくさんついてるものもあったって言ってたっけ。それまで見たことがない字だったって。木のように見えるおかしな金属のかけらだけど、ちょうど鉛筆ぐらいの大きさで、なんて言ったらいいか、今で言う、プラスチックみたいなものだったと言ったらいいかね。もちろんあの当時プラスチックなんてなかったから不思議なんだけど。いよいよ UFO 墜落現場へ向かった。ブロクター夫人とブラーゼル氏、それにマセール博士、それぞれが住んでいるところも違うし互いに面識もない。にもかかわらず皆が同じことを言っている。やはり現実に UFO の墜落事件は起こったのだ。その墜落現場はコロナの町から120キロ、一っ子一人住んでいない荒野の真っ只中に位置しているという。 UFO 墜落現場は見渡す限り枯れた牧草以外何一つ見えない草原だった。今となっては正確な墜落地点を特定することは難しい。事件当時軍が徹底的に捜索し回収作業を行ったというだけあって、今はそれらしい痕跡さえ残されている。だがほぼこの辺りに UFO は墜落し、半径1マイルにわたって破片が飛び散ったのだ。1947年7月2日の深夜、 UFO は未知の原因によって大爆発を起こし、この辺り一帯に破片を撒き散らしたのだ。その数日後、ブラーゼル氏からの通報を受けた極秘の回収部隊が現場に到着、地球上のものとは思えない物質を回収したのだ。ところでマジスティック12文書には、人間に似た4つの小さな生き物の死体が墜落現場から東へ2マイルの地点で発見されたと書かれている。その現場は一体どこにあるのだろうか。軍の連中はあの辺り一帯を探し回って、マグダレナというところにもう一箇所 UFO の墜落した残骸があるのを発見したということだった。当時カリフォルニアから来ていたボブ・ルメイという男は、小さな宇宙人の死体をその墜落現場の回収作業中に見たと言っていたが、それもマグダレナだった。マグダレナにも UFO の墜落があったという。とすると UFO はまず第一地点の上空で爆発を起こし、さらにフラフラと飛行を続けて第二地点に墜落、そこで宇宙人が死体となって発見されたということだろうか。ルメイの話では宇宙人のうち一人は生きていたそうだ。それはロサンゼルスへ運ばれたらしい。生きた宇宙人が捕らえられた。とすると4つの死体と記されていたうちの1体が実は生きていたのだろうか、それとも別にもう一人いたのだろうか。そしてその宇宙人は今もなおどこかで生きているのだろうか。生きた宇宙人が捕らえられた。その宇宙人はロズウェルの UFO 墜落現場から一体どこへ運ばれたのだろうか。ここにアメリカ連邦捜査局 FBI の公式報告書がある。ダラスの支局から FBI 長官に宛てて書かれた文書で、日付はロズウェル陸軍航空基地が新聞発表した7月7日より1日早い7月6日になっている。
そこには六角形に似た形の円盤がニューメキシコ州に墜落し、その機体はライト・パターソン空軍基地へ送られたと明記されているのだ。とすると生きた宇宙人と死体もやはりライト・パターソンへ移送されたのだろうか。オハイオ州デイトン市にあるライト・パターソン空軍基地、ここにはかなり以前から宇宙人の死体が隠されていると人々に噂されていることで有名だ。特に第18格納庫と呼ばれる秘密施設内でそれらの死体を見たと証言する退役軍人も多い。宇宙人の死体回収の調査を続けるレオナード・ストリングフィールド氏は、そこにあった死体はすでに他の基地へ移された可能性が高いと証言している。ではどこに送られたのだろうか。考えられるのはカートランド空軍基地内にあるサンディア特別研究施設のすぐ近く、マンザノエリアの地下秘密施設だと思います。そこは核兵器の貯蔵庫があるため最も警戒が厳重な地域で、地下にはたくさんの格納庫があり、 UFO や宇宙人の死体を隠しておくには絶好の場所と言えるんですが、私はおそらくそこに運び込まれていると思うんです。しかもこの地下秘密施設の建設が始められた時期が興味深いんですが、1947年の夏、つまりちょうどロゼールで UFO 墜落事件が起こったそのわずか2週間後に始められているんです。とすると UFO の残骸と宇宙人はまずオハイオ州ライト・パターソン基地へ送られ、そこからニューメキシコ州のカートランド空軍基地へ送られたのだろうか。UFO の残骸と宇宙人の死体が隠されているというカートランド空軍基地は、数ある基地の中でも最も警戒厳重なところとして知られている。この基地内にはマンザノエリアと呼ばれる山をくり抜いて作った地下秘密施設のある地域と、軍の最高機密兵器を実験研究するサンディア研究所とが含まれている。カートランド空軍基地では1980年8月、マンザノエリアとサンディア研究所付近で基地の警備兵によって相次いで UFO が目撃され、基地のレーダーが正体不明の高周波による妨害で使用不能になるという奇怪な事件が報告されている。この高周波による妨害は6時間にも及んだ末、原因不明のうちに元に戻った。カートランド基地特別調査局の報告書には、基地内の特定機密地域にある建物近くに UFO が着陸しているのを警備兵が目撃した、同じ頃基地内の全く別の地域にあるマンザノ山付近でも UFO が目撃された、着陸している UFO を見た兵士によると、その時無線の電波が不通になってしまったという。また警備兵はショットガンを構えて近づこうとしたが、 UFO は飛び去ってしまったと記載されているのだ。この報告書を書いたカートランド基地特別調査局のリチャード・ドーティー大佐を探し出すことに成功した。ドーティー大佐は現在基地の情報部員を引退しているが、当時の事件はよく覚えているという。その警備兵は私が尋問しましたが、確かに円盤型の物体にたくさんの光がついていて、その物体は急に飛び上がると南へ向かい、さらに西へ方向転換してマンザノエリアの山の上を飛び越えていったと証言しました。このマンザノエリアを警備する別の兵士も同じ夜これと同じ飛行物体を見たと報告しています。なぜこの最も警戒厳重といわれる地域に UFO がしきりに現れるのだろうか。報告書には次のように記載されている。1980年8月9日午前0時20分ごろ、サンディア警備の当直係員がコヨーテ渓谷の東にある警報装置付き施設を点々パトロール中、一つの建物の裏手に明るく光る物体を発見した。最初それはヘリコプターかと思われたが、車で近づいてみると円盤型をした物体であることが分かった。無線で知らせようとしたがなぜか通じなかった。車を降り銃を構えて近づこうとしたところ、突然その物体は垂直に飛び上がり、スピードを上げて遠ざかっている。
この円盤型の物体が飛び上がったのを目撃した警備兵も、マンザのエリアで同じものを見たと報告した兵士も、どちらもその証言は非常に信頼性が高いものといえます。というのは、マンザのエリアで警備をする兵士たちは身元を徹底的に調べられますし、精神分析や心理分析なども厳重にチェックされ、全く問題がないという結果が出てからでないと勤務に就かせられないからです。もちろんサンディア特別研究施設の警備兵にも同じことが行われます。したがって彼らは最も信頼のおける兵士たちということができるのです。私はこの事件を調査した結果、事実彼らの言う通りのことがこの基地内で起こったと報告しました。とすると、基地はなぜこの事態に何一つ対処しようとしないのだろうか。その物体が何だったにせよ、重要軍事機密地域に着陸され、しかも何ら手を施すこともできずに飛び去られてしまうということは、軍事上基地にとって重大な問題のはずである。マジェスティック12文書にはもう一つの UFO 墜落事件が記載されている。1950年12月6日、おそらく同じ星から来たと思われる UFO が軍のレーダーで長時間追跡された後、テキサス州とメキシコの国境近くのエル・インディオ・ガレロ地域に墜落した。回収部隊が到着した時には UFO はかなり焼け焦げていた。この残骸は調査のためニューメキシコ州のサンディア特別研究施設へ送られた。信頼のおける筋からの情報によると、ロゼルで回収された宇宙人の死体解剖はサンディア特別研究施設のある建物の中で行われたということが分かっています。その建物の場所も分かっているのですが、そこはカートランド空軍基地内のマンザノエリアのすぐ近くなのです。建物は現在使われていませんが、今でも当時のまま残っているということです。その建物はどこにあるのだろうか。最も警戒厳重といわれるカートランド空軍基地内に潜入することに成功した。基地内の至る所に地下施設への入り口と思われる建造物や、何に使われるのかわからない不思議な建物が配置されている。これが特定重要機密地域のマンザノエリアだ。山の中腹至る所に地下秘密施設への入り口らしいものが見える。このエリアには50の警戒網が張り巡らされていると言われる。山を取り巻いて3本の道が走っており、それぞれの道路には黒塗りの武装した車が訓練された犬を連れて24時間パトロールしている。よく見るとあちこちに黒塗りのパトロールカーがいる。道路の両側には高圧電流の流れる鉄条網が張り巡らされ、この地域に許可なく立ち入る者は射殺される危険性があると警告板に表示されている。ここにはサンディア研究所の特別施設があり、レーザー光線砲をはじめさまざまな秘密兵器が実験研究されているのだ。この基地内では常にどこからか監視されている気配が強く感じられる。サンディア研究所特別施設地域の奥深くに分け入った時、ついに発見した。これこそが当時宇宙人の死体解剖が行われた建物なのだ。今は使われずにひっそりと放置されているが、今なおどことなく不気味な気配を漂わせている。この秘密の建物で密かに死体解剖に当たった医師たちがいるに違いない。彼らは今どこにいるのだろうか。我々はこの宇宙人の死体解剖に関わった人々を探り出すため、過去の記録を片っ端から調べ、関係者に聞いて回るなどあらゆる努力をしてきました。ところがある日、一通の手紙が届いたのです。そこには解剖に立ち会った医師の名前がはっきりと書かれていました。我々が調査したところ、この医師は初めニューヨーククリニックに勤めていて、後に空軍に籍を移した実在の人物だったのです。直接会って話を聞いたところ、はっきりとは認めませんでした。どうも本人らしいのです。現在調査を進めているので名前は公表できませんが、今仮にドクター C と呼ぶことにしています。信頼できる筋からの情報を総合すると、この時行われた解剖の結果もある程度分かっている。
ドクター C をはじめとする医学者たちの手によって宇宙人の死体解剖が厳重な警戒のもとに行われた。宇宙人の身長は約107センチ。頭部と目は異常に大きく、鼻と口は小さい。体重はわずか18キロ。首は細く、上半身が異様なまでに小さく細い。腕も細く、膝に届くほど長い。手の指も奇妙に細長く、指の間に水かきのようなものがある。血液の代わりに無色の液体が体内を流れ、その液体はオゾンの匂いがした。胃や腸などの消化器官がないばかりか、生殖器がなかった。医師の一人は、彼らがクローン人間のように高度の遺伝子操作によって作られた生物ではないかという意見を提出している。宇宙人はクローン人間だという。とすると彼らの本当の姿はどのようなものだろうか。1954年2月アイゼンハワー大統領は密かに宿舎を抜け出し、カリフォルニア州の空軍基地内で生きた宇宙人と密かに会見した。大統領はその時一旦はこの事実を公表しようと決意し、声明文まで用意した。だがなぜかこれを隠すことに決定したのだ。大統領は宇宙人との会見でどのような会話を交わしたのだろうか。そして空軍情報部が宇宙人の代表と正式に会見し、ある秘密協定を結んだという。その協定には驚くべき事実が隠されていたのだ。アイゼンハワー大統領が生きている宇宙人と密かに会見した。それはいつどこで行われたのだろうか。1954年2月アイゼンハワー大統領は突如として休息が必要だという理由で休暇旅行を決めたんです。大統領はカリフォルニアのパームスプリングスに住む親しい友人のポール・ヘルムス氏の家に滞在することになりました。というのは彼はこの時休暇が必要だと言ったにもかかわらず、実はその1週間前にもジョージア州へ休暇旅行に出かけ、ハンティングを楽しんで帰ってきたばかりだったのです。しかも今回の休暇は急遽決定されたらしく、記者発表もパームスプリングスへ出発する前日という慌ただしさでした。この辺を考え合わせると、この休暇にはどこかおかしいところがあるんです。そして1954年2月20日土曜日、この日の夕方、大統領は行方をくらましたのです。この日アイゼンハワー大統領は午後2時40分に昼食会を終えた後、翌朝9時教会のミサに姿を現すまでの18時間余り行方をくらました。随行の記者団が気づいて騒ぎ出すと、大統領補佐官は昼食会の席上、大統領の歯のキャップが取れたため歯医者へ治療に行っていたという苦しい弁明をした。だが調査の結果、大統領はこの日歯医者へは行っていないことが判明している。ではどこへ行っていたのだろうか。エドワーズ空軍基地。ここは現在スペースシャトルが着陸する基地として知られているが、当時はミューロック空軍基地と呼ばれていた。実はその日の夜、アイゼンハワー大統領は密かに軍用ヘリコプターでパームスプリングスからわずか45分の距離にあるこのミューロック空軍基地を訪れていた。教会科学研究所のミードレーン所長に宛てたジェラルド・ライトの手紙がこの事実を証明している。カリフォルニア州サンディエゴ、ミードレーン殿、この手紙の内容は驚くべきものですが、全て真実です。私は新聞記者のフランクリン・アレン、ブルッキングス研究所のエドウィン・ナース財務官、それにロサンゼルス教会の神父マッキンタイヤ司教と一緒に極秘のうちにミューロック空軍基地内のある建物に招待され、2日間にわたってこの世のものとは思えない光景を目撃しました。それは5機のいろいろな形の UFO が宇宙人の指示通り動き回り、また軍の科学者や空軍当局者が宇宙人の協力のもとにこれらの UFO を動かしているところを見たのです。私の受けたショックは言葉では言い表せません。それ以上に科学者たちがこれまでの理論や概念を完全に捨て去らずにはいられない現実に直面して、どうしていいか分からず混乱している様は誠に気の毒なものでした。
アイゼンハワー大統領も最近のパームスプリングスでの休暇中に一晩密かにここを訪れたということです。第27格納庫内には宇宙人のほかに5機の別々なタイプの UFO があった。宇宙人はリモートコントロールらしい器具も使わず、それらの UFO を自由自在に操っていた。軍の科学者たちはこれまでの科学の常識を完全に超えた宇宙人のテクノロジーの前に圧倒され、なすすべもない様子だった。その時宇宙人は大統領にある提案をしたと言われる。この宇宙人はロズウェルでの第二の墜落現場から送られてきたのかもしれない。とすると5機の UFO はどこから来たのだろうか。宇宙人がアイゼンハワー大統領に提案した内容とは一体何だったのだろうか。さらに重要な情報が飛び込んできた。1964年、軍情報部の最高幹部と宇宙人の間に秘密協定が結ばれたというのだ。我々はコロラド州デンバーへ飛んだ。この町に住む有名なドキュメンタリー映画監督のリンダ・ハウジョ氏は、映画の制作準備段階で驚くべき事実にぶつかったというのだ。私は UFO and ET ファクターという映画を制作するため、いろいろと UFO に関する調査をしていました。それでニューメキシコ州アルバカーキにあるカートランド空軍基地を訪れたわけなんですが、その時私は空軍特別調査部のオフィスに通されたんです。そこでリチャード・ドーティ大佐という特別調査部の担当官に会いました。ところが不思議なことに、このドーティ大佐は私が何もしないうちに黙って引き出しから一つのファイルを出して私に見るようにとよこしたんです。それは3枚の最高機密に属する文書でした。最初のページはアメリカ合衆国大統領宛ての UFO に関する秘密事項についての説明書でした。次のページにはこれまでにアメリカ国内に墜落した UFO 事件について書かれていて、そこには実はニューメキシコ州には2回 UFO が墜落したと書かれていたのです。1回目は1947年のロズウェル事件で、もう一つは1949年に起こっています。その時実は生きたままの宇宙人が見つかったと記されていたんです。その宇宙人は墜落現場からロスアラモス特別研究施設へ送られました。その生きた宇宙人は1952年に原因不明の病気で死ぬまでそこに囚われていたというのです。とするとロズウェル事件のほかにもう一件、ニューメキシコ州で UFO の墜落があり生きた宇宙人が捕らえられたことになる。そして3年間ロスアラモス特別研究施設で生きながらえたのだ。リンダの情報によれば、その宇宙人との話し合いでお互いの情報交換がなされ、今度は正式に話し合うため宇宙人が来てしばらく滞在した。いや、今もなお滞在しているというのだ。ロスアラモス特別研究施設、ここは第二次大戦当時国家最高機密と言われた原爆実験のためのマンハッタン計画が行われていたことでも分かる通り、数多くの軍事機密の研究が密かに行われている。広大な敷地の中にはいろいろな施設が分散して建てられ、一見してどこに何があるのかわからない設計になっている。施設内をあちこち走るうち、他とは隔絶した不気味な雰囲気の漂う地域に迷い込んだ。We got lost. We're shooting the scenery over here. Got a bunch of folks from Japan here that want toLook around a little bit. Are we too close to something? There's security most of the places over here, so. But we didn't see a gate, so I. Yeah, but. Your own risk. Risk of I what? I guess it's okay over here, but. Security guard might tell you something. さらに脇道へ入り、奥へと進んだ。人気のない荒れ地の中に正体不明の建物がいくつかひっそりと点在している。どことなく異様な雰囲気だ。
周囲にはなぜか高圧電流の流れる鉄条網が張り巡らされ、爆発物につき危険、近寄るなと書かれている。生きた宇宙人はこのような小屋にかくまわれていたのだろうか。そして今もなお、当初軍は UFO を撃墜せよという命令を出していました。ところがそれを撤回せざるを得なくなったんです。というのは UFO を追跡して撃墜しようとした戦闘機のパイロットたちが次々に不幸な事故に遭って墜落死を遂げていったからなんです。そこで軍としてはこれ以上パイロットの命を犠牲にすることはできない、なんとか UFO の宇宙人たちと話し合いをしてお互いに解決の道を探ろうと考えたのです。つまり我々地球人類の社会については口出しをしないでほしい。その代わり宇宙人側には地球にやってきている目的があるのだろうからそれを認めよう。我々も彼らのやることに手出しはしない。そこである種の秘密協定が結ばれたと思われるのです。その秘密協定とは、元情報部高官の話によると、宇宙人はこれまで何百年もの間地球上の生物調査を行ってきた。キャトルミューティレーションと呼ばれる牛の生体解剖と人間の遺伝学的検査をこれまで通り続けたい。ただし人間は殺したりはしないというものだったという。おそらく宇宙人はキャトルミューティレーションを継続して実行するという条件を出したのだと思います。彼らが牛の皮膚や内臓を何に使うのか分かりませんが、それを取ることを認めさせた。その上人間も誘拐して生態調査をするということでしょう。問題は軍や政府機関だけがこの協定を守り、事実を知りながら隠しているということです。大部分の大衆はこのことを知らされないまま毎日を生活しているのです。我々の全く知らないところで取引が行われた。宇宙人が我々の前に堂々と姿を現さない理由もそこにあるのだろうか。そして全米各地で盛んに起こっている不気味な牛の虐殺事件、キャトルミューティレーション、これもその宇宙人との秘密協定の一環だろうか。牛の皮膚や内臓が人間技では不可能な切り口で切り取られ、後には一滴の血も残されていない。しかも現場には足跡や車の轍の跡が全くなく、警察も宇宙人の仕業としか考えられないという。事件の前後には UFO が盛んに目撃され、 UFO に牛が吸い上げられるところを見た人も少なくない。そしてアメリカガルフブリーズでエドをはじめ3歳の子供から65歳までの10人以上もの人々が現に UFO にさらわれている事件や、オーストラリアで一家4人が走行中の車ごと UFO に吸い上げられそうになった事件など、世界各地で起こっている奇怪な事件の数々。彼らは UFO の中で宇宙人によってさまざまな人体実験や生体検査が行われ、記憶を消されて元の場所へ戻されるのだという。こうした事件は全て宇宙人との秘密協定に基づいて組織的に行われている宇宙人の地球生態調査なのだろうか。果たして幻の国家最高機密文書シグマ計画はどこにあるのだろうか。そこにはある空軍基地内での宇宙人との定期的な公式会見の事実が書かれているという。そればかりか宇宙人と人間の交換交流までが行われたというのだ。ビル・ムーア氏に謎の通報があった。日にちと時間を指定してある公衆電話の前で待てというのだ。指示通りに待つうち電話がかかってきた。今度は飛行機をキャッチして遠く離れたローカル空港へ飛び、空港ロビーの公衆電話で再び指示を待てという。UFO 問題を追求していく過程では、こうした方法によって重要な情報を入手することが多い。政府機関の中にも身元を隠して UFO 情報を徐々に漏らしていこうと考える人々がいるのだ。謎の声はモーターロッジに部屋を取り、指示を待てと言った。使いの男が現れた。
I'm to give these to you. You have 20 minutes. Do you understand? Yes, I do.No. それは国家最高機密に属する文書のコピーだった。そこにはこれまで想像もしなかった宇宙人との驚くべきコンタクトの事実が書かれていた。この情報提供者が誰なのか探り出す術はなかった。その文書によると、ホローマン空軍基地で宇宙人と政府機関との公式会見が何度か行われた。しかも人間と宇宙人との交換交流までが行われたと書かれていたんです。宇宙人はこちらが用意した隠れ家に滞在し、地球側からは3人の人間が UFO に乗って向こうの星へ行ったというのです。そしてある期間そこで過ごした後に3人とも地球へ帰ってきたんですが、その後1人は死に、もう1人は精神に障害が起こった。そして残りの1人は元気だというのですが、その行方がわからないのです。ただしこの人物の名前だけはわかっています。それはアルフォンゾ・ロレンゾというのです。アルフォンゾ・ロレンゾ、宇宙人の星から帰ってきたというこの男は今一体どこにいるのだろうか。ムーア氏をはじめ多くの研究家たちが必死に行方を追っているが、いまだにその所在はつかめていないのだ。ニューメキシコ州ホローマン空軍基地、この基地で宇宙人との交換交流が行われていたというのだ。それもまた宇宙人との秘密の協定に基づいたプロジェクトなのだろうか。正面ゲートに近づこうとした途端、警備の兵士が飛び出してきた。やはりここの警戒も厳重だった。このホローマン基地といい、カートランド空軍基地、ロスアラモス特別研究施設、そしてロズウェル事件、いずれもニューメキシコ州に属している。これは単なる偶然だろうか。ついに幻の国家最高機密文書アクエリアス計画を手に入れることに成功した。その中の一つにシグマ計画がある。プロジェクトシグマ、その使命は宇宙人とコンタクトを取ることにある。このプロジェクトは1959年にようやく成功を見た。1964年4月25日、アメリカ合衆国は宇宙人と初歩的なコミュニケーションを取ることに成功。空軍情報部の高官は2人の宇宙人とニューメキシコ州の砂漠で会見した。この会見は3時間にわたって行われた。空軍情報官は2人の宇宙人と基礎的な情報交換を行った。このプロジェクトは現在もなおニューメキシコ州の空軍基地で継続中である。1964年4月25日、UFO はあらかじめ空軍の情報部と行われた打ち合わせ通りの時間にホローマン基地内の指定の場所に着陸した。宇宙人側からは2人の代表が派遣され、空軍情報部の高官がその折衝に当たった。空軍情報部は宇宙人の高度なテクノロジーを手に入れるためにも互いに人的交流を図ることを提案した。そして宇宙人側もこれを了承したと思われるのだ。この極秘の交流計画はニューメキシコ州の空軍基地で現在も続けられている。マジェスティック12を設定したトルーマン大統領は宇宙人の存在を秘密にすることをアイゼンハワー大統領に申し送った。この重大な秘密は歴代大統領に次々に申し送られたと思われる。だがレーガン大統領は最近のゴルバチョフ書記長との会談で
もしも我々が宇宙人からの干渉に直面したら、現在我々の世界に存在している国家間の意見の相違は即座に消え去ってしまうだろうと述べ、ゴルバチョフ書記長もこれに全面的に賛同した。これは宇宙人に関わる秘密時代の雪解けを意味しているのだろうか。そしてブッシュ新大統領はどのような政策を取るのだろうか。ブッシュ大統領は元 CIA の長官だった人です。したがって彼が宇宙人と UFO のことを全て知っていることは間違いありません。ところでレーガン元政権は先日ブッシュ大統領の不利になるようなことは先に片付け、ある発表をブッシュ氏が大統領になった後にまで延期したという事実を認めたのです。その発表は何だったのか。今年は何か重大なことが発表されるかもしれないと思われるんです。またソ連科学アカデミーに属する地球外知的生命情報局の高官が次のような公的声明を発表しているんです。ごく近い将来、宇宙人との直接会見が行われるだろうと。私自身は核物理学者として地球上のあちこちの国が核兵器を持っていることを非常に憂慮しています。唯一の希望は地球上が一つの国にまとまり、人間同士が国境を越えて一つになることです。政府が宇宙人に関する事実を公表できない理由は、もし公表したら政府は軍事費に年間何千億ドルも使っていながら UFO に対して何一つ対処できないことを認めなくてはならないからです。私は政府をはじめ地球の人々がもっと広い視野で地球というものを見直さなければならない時期に来ていると思うのです。21世紀を目前にした今、我々地球人も宇宙という広大な世界へ乗り出そうとしている。しかし我々の住む小さな惑星地球は、さまざまな公害汚染によって人類存続にとっての深刻な危機を迎えている。今や我々は古い考えを捨て、宇宙時代を迎えての意識改革を迫られているのかもしれない。そして NASA のバイキングが捉えた火星表面の写真に、直径 1.6 キロもの巨大な人間の顔の建造物が発見された。